で、なんかそれがすごくいい感じの印象に感じるのは、あ、いい感じの印象やなと思うんですよ、感覚で。で、でもそれにこうさらに上乗せする形で、ここに来てくれてる、まあ、まだ半分ぐらいですけど、お客さんの反応とか、あの声を聞いてると、あ、すごいあのイメージとしていいのかなっていう気がしてて、で、僕らが狙ってたこう動線というか、こう見方で作品を見てくれてる人も結構、それは僕もすごく、そう、それは割と俺はいいな、今って思ってて、で、なんかこう自分の友達って結構ダンサーの人とか、で、これまでの自分の展示見に来てくれた人が結構多くて、で、そういう方来てくれてるんですけど、この場所、ビーコン で、その岡本君の知り合いとか、あのこの場をこう応援してくれたり、盛り上げようとしてくれる人たちも、多分何人か来てくださってて、なんかそこは僕からすると初めての方とも大事だったりするんで、そういうのは結構面白いなって今思ってて、だからそれが多分この場が、あのどういうふうにこの街に根付いていくかとか、どういう形で物事だったり、ことを発信していくかっていうことに、なんかこう繋がっていくのかなっていう気がしてて、なんかこう展示していて、あくまでその展覧会で会期があるんですけど、なんかその先、要はその未来に向けてのこの場所の在り方で、奥井島作家としての在り方を人に見せてる感じがすごく、あ、納得いってるし、なんかこうやれてよかったなって思いながら会期の今途中にいるので、なんかそういう意味ではとてもいい時間を過ごさせてもらってるなっていう感じですかね。ありがとうございます、本当に。逆にこの会期初めての、あの企画してくれた会期の途中でしたけど、そう、逆にね、逆質問じゃないけど、そうね、いろんな人が、ね、来てくれて会話もしてくれてるじゃないですか、僕の知り合いの人とか、そう、いいところでいいのかな。でも、口くんがまあさっきの、まあ、話した内容にもあるけど、まあ、ダンサーとしてとか、あの、まあ、アーティストとしてとかっていうところで、まあ、名古屋と結構、名古屋っていうのはそのローカルと結構あの近い距離で関わってるっていうのが、まあ、お願いしてよかったなっていう理由でもあるし、あの、まあ、やってくれてよかったなっていう理由でもあるし、まあ、やっぱその自分 そのスタジオのアーティスト上としてもやっぱり、ね、ざっくりそういうスタジオを作ろうと思って、
と霧の距離を、うん、常に見せるっていうのが、まあ、なんていうんだろう、まあ、やんなきゃいけないことなんだ、まあ、通学でこう前を通ったりとか、まあ、幼稚園児とか小学生とか通学路で前を通るんですけど、でちっちゃい頃からそういう場所が街の中にあったよなっていうのがこう、なんていうんだろう、刷り込まれるだけで、まあ、なんかそのもしその中の誰か一人がその美術に、まあ、関わっていこうと思った時に何かのヒントになるかなって、何て言うんですかね、その美術っていう何かちょっとよく分からない難しそうなものっていうところを親近感を持たせるぐらいまでが僕ができることかなみたいな感じで、まあ、スタジオを作ったっていう経緯があるんですけど、いや逆に本当カンポってすごくて、だから、まあ、6年ぐらい自分のこう、まあ、アーカイブですよね、なんかこう、まあ、集積に、ね、なってるけど、なんかこう、まあ、やってきたことをこう断片的に切り取って、それがこうギュッと集まって一個会場で展示が出来上がってるので、だからめちゃめちゃいいなと思う反面、それはその何やろ、今までやってきたこととか、まあ、やってることを僕がシンプルアウトプットとしてこのビーコンという空間でミックスするとかって、でもそれとは別でやっぱじゃあ岡本君と二人でなんかこう一個なんか作ってみる、うん、そういうなんかちょっとこう面白いアプローチを得た作品、うん、作品となるのかも分からない、いろいろ取り組みですよね。だから言ってたけど、ここでその作る様というか出来上がったものをただ出すだけじゃなくて、その美術に向かう姿勢を提示するっていうこともなんかやりがいですね、うん、そう、うん、まあ、今回の場合はライトドローイングとかですね、生まれたけど、まあ、その今からこう今仕込んでいる、うん、イベントたちも、まあ、どこかに、まあ、作るっていうその、まあ、過程をまあ、セクションとして組み込むみたいなことは常にやっていこうと思って、まあ、ただ鑑賞して帰るっていうんじゃなくて、まあ、見る機会があるとか作る機会があるとかっていうのは、まあ、イベントに組み込んでいこうと思って、まあ、そういうね、一緒に作る何かがあったとしたら、ね、まあ、それ自体を何かショーケースにしても、うん、いいような気がします。ね、なんか面白いなと、そういう、まあ、ギャラリーですか、まあ、そこのではオーナーと何かアウトプットするって、まあ、少なくとも我々はしたことないし、なんかそれは面白いんじゃないか。